アナキーオール接近中、攻撃開始。攻撃全滅しました。時間稼ぎさえできないのか。死守しろ。アークに必要な物資がここにあるんだ。どうしようもありません。対処のしようがないんです。一人残らず動員しろ。せめて物資を運び出す時間だけでも。未確認の個体が出現。個体ニケです。まさかこれ以上ヘレティックが。状況確認中。所属不明のニケ5機、アナキオールと交戦開始。何？近接戦闘用兵装、レッドシューズ、メインブースターと小型スラスターの連携が地上でも空中でも自在の戦闘を可能にする。武器でありボディの一部だ。メインブースターの推進力を叩き込めばその破壊力は数十トンに達する。高密度の液体金属で構成される拡張触媒、通称水砲。自由自在に変形し脳波でコントロールできるリトルマーメイドの専用武装だ。効かないか。それは触媒だ。ひざまずけ。それはセイレーンの声を伝える触媒になる。お前にしか聞こえない声が届いたようだな。内緒話には都合がいいだろう。何にする、ヘンゼル。冷たいシンデレラを溶かしてあげよう。グレーテル、熱々のものを調合するわね、ヘンゼル。最高だわ、グレーテル。万能合成射出装置、魔女のかまど。ヘンゼルとグレーテルが連携して使う専用武装だ。グレーテルが調合を、ヘンゼルが射撃を担当する。言っておくが、これで生み出せないものはない。聞くでしょうか。ああ、ヘンゼルとグレーテルはこの程度でシンデレラが倒れるはずないと思うわ。そうだな。超高強度の特殊ガラスコーティングが施されたボディ、短時間であれば浮遊できるジェネレーターを内蔵し脳波でコントロール可能。攻守に優れた専用武装、ガラスの靴、そして生まれ持った彼女自身の才能と、それを休むことなく磨き上げた努力。ポストゴッデスの呼び声高い私の作り上げた最高傑作。ヘンゼルとグレーテルは自慢してる場合じゃないと思うわ。分かってはいましたが、本当に見事ですね。思わず感心してしまいます。ああ、
ヘンゼルとグレーテルは、シンデレラはここまで強くなかったと思うわ。もともと高性能ではあったが、今交戦した感触から、おそらくスペックが跳ね上がっているな。改造か何かをされたのだろう、ラプチャーに。改造？そうとしか考えられない。まずいな。このままでは、おとなしくさせてから説得するという作戦が。エイブ、援軍です。何？ダメだ、来るな。そいつらを近づけるな。エイブ、なんとかして接近戦に持ち込め。あんな数の戦力が来たら。シンデレラは一気に片付けようとするはずだ。こちらの手が届かない高所から大量のビームを撃たれる。そんな。みんな隠れろ。何でもいいから身を守る。